さあ、やってまいりました。日本大使館に助けを求めた本当の理由ということで、前回の動画の続きをやっていきたいわけなんですけどもね、非常に大きな反響があったんですよ。この失望しましたと、大使館スタッフさんが言い放った一言、在外公館は市役所だと思ってくれというお話に関しては、非常に多くの皆さんからコメントをいただきまして、反響も大きかったということなんですけどね。実はこの一本目の動画、前回のね、動画を、公開するにあたって内容がね、センシティブなものでもあるので、実は僕の方から、ご本人のね、丸山さんツイート主に、ダイレクトメッセージをね、送らせてもらっていたんですよ。で、そのやり取りをね、させていただく中で、なんていうのかな、このツイッター上だけでは、なかなかですね、読み取りづらい背景みたいなところがありましたので、今日はこちらね、日本大使館に助けを求めざるを得なかった、本当の理由がどこにあったのかですよね。こちら皆さんの国を超えるですね、リスクにもつながりうる共通した課題にもなり得るという話ありますので、深掘りをさせてもらいたいなというお話でございます。まずは前回の結論から見ていきましょう。在外公館の任務。これは海外における日本人の保護や援助。だが実際にはできることとできないことが存在していますよと。できないことの例として病院での通訳ですとか、または交渉ごとなんてのが挙げられますけども、実はですね、今回の事例に至ったものなんですけども、もっと根深い背景があったんじゃないかということでね、これご本人から聞かないとわからなかったことがあるので、今日はですね、この流れで深掘りをしていきたいと思います。まず今回の事件がですね、すでに報道されていますから、こちらをチェックしていきましょう。で、ヤフコメ民がですね、珍しくまともな雰囲気だったので、これもいくつかピックアップをさせてもらいたいなと思います。その上で、大使館に連絡をした本当の理由、ピアニストの丸山さんご本人からのですね、お話を僕なりに理解をした上で、まとめをね、今日はさせてもらいたいなということで、進めてまいりましょう。それでは、まずはじめに報道チェックからまいります。こちらを取り上げたのが、日刊スポーツさん。7月の13日付の記事になります。フランス在住ピアニスト、母親が熱湯をかけられ大やけど、日本大使館に助けを求めるも断られましたというタイトルなんですけども、一部ですね、引用をさせてもらいます。欧州を拠点に活動する若手ピアニストの丸山なぎのさん23歳が13日までにツイッターを更新、在住するフランスで母が熱湯をかけられる暴行事件で大やけどを負ったことを報告した。丸山さんは11日、母がフランス人に熱湯をかけられて救急車で運ばれました。フランスの警察は暴行事件として取り扱っています。日本大使館に助けを求めたら関われないと断られました。とツイートされたと。で、この後ね、記事としてはツイートのね、割と詳細が挙げられてるんですけども、最後はこのように締めくくられておりました。一連のツイートにフォロワーからは丸山さんの母を心配する声とともに、日本大使館の対応に驚きの声が多数寄せられているんだということでね、ここに対してはヤフコメ民が珍しくね、まともな雰囲気だったので、ちょっとね、いくつかご紹介をしていきたいわけですが、トップのコメントはこんな感じでした。フランスに個人旅券で行った時に、ちょっとした困ったことでも、フランス人の方からお声掛けをしていただくことが多く、本当に親切で優しい国だと思いましたが、たまたまだったのか、時代が変わってしまったのか、悲しいですね。日本大使館は日本人には命綱のようなものです。勇気ある投稿からどうかこのような対応が変わっていきますように、お母様のご回復、心からお祈りをしておりますということでね、ありましたけども、あと一つ二ついこうかな。大使館の基本業務に邦人の安全の保護、現地駐在員との情報交換が含まれると思うが、さすがに一般人への通訳業務までは入っていないことでしょうと。まあ、とはいえ、大使館員を派遣せずともこういったケースに通訳を紹介するだとか、何かしら手助けをするのも業務のうちだと思います。門前払いはありえないんじゃないかというね。まあ、こういったコメントはね、非常に多かったんじゃないかなと思われます。あとね、こんなものもありましたね。ご自身の体験談を語られていたということで、自分も他国でしたが、命に関わる病気の問い合わせをしたことがあります。大使館員の方々は断り方の勉強をした方が良いでしょう。感知せずと断るにしても、まるで自国民にいらない人間、迷惑千万扱いは、ちょっとこれ言い過ぎな感じもしますけどね、日本人としてとても悲しいですと、まあ、こんなねコメントがありまして、まあ大体やっぱりこの日本大使館ねけしからんみたいな論調がですね、多かったようにも思うんですけど、まあでもそれでもね、様々な意見があったかと思いますね。このそもそもね、翻訳業務なんていうのはもうできるわけじゃない、ないのはね、分かってるだろう、分かりきてるだろうというようなコメントも多数あったということなんですけども、ここでですね、
2つ目の話いきましょうか。大使館に連絡をした本当の理由について丸山さんご本人から僕の方にダイレクトメッセージをいただきましたので、これを、ね、まとめていきます。まずいただいたメッセージの、まあ、主要な部分ですね、一部ご紹介なんですけども、こんなメッセージでした。私と母はパリに11年間住んでおり、事件前にも在フランス日本大使館のできることできないことなども熟知しておりました。日本大使館に電話をした理由は、警察が被害届を作成する前の待ち時間の際だったんですね。できるだけ事実に近い情報を得ることを目的に、日本大使館に通訳を頼めないかと警察官から依頼されたからだったんです。まあ、警察官の受付担当のからの方からだったんですね。通訳を日本大使館に頼めないことは分かっておりました。私は義務教育からパリの現地学校に通学をしていたことがあり、その必要はないとその時思いましたが、その警察官はですね、私たちの見た目、なんかアジア人というね、見た目で判断したと思われ、ひとまず言われたことに従い、警察署の待合室で、携帯電話をスピーカー音声にして日本大使館に電話をかけました。日本大使館に電話をすると領事館へ回されました。領事館のスタッフからは、通訳はできない、関われない、市役所と同じようなところだと言われました。まあ、このあたり、ね、ツイートされていたことなんですけども、これらすべてを母と私がしっかりと耳にしました。その警察官と少し会話をすることで、通訳の必要がないことを、まあ、警察官ご自身も分かったようでして、通訳のことはそれ以上何も要求されることはありませんでした。ツイッターにポストをした、まあ、失望したという言葉がありましたけどね、これは市役所と同じようなところだという領事館スタッフから発せられた言葉に対してです。また領事館のスタッフが発した言葉としてポストしたね、友好関係を優先するんだ、まあ、こちらについても、まあ、実際に、ね、お聞きになったということだったようなんですよ。でここまでのことをひとまずね、整理をね、僕なりにまずねさせてもらいたいと思いますけども、事実として、ね、起きたことはこんなこと、まあ、あったと最低限言えるかと思います。まず日本大使館に連絡をしたのは事件直後ではなかったということなんですよね。被害届を出すために警察署に出向いた、その待合室で待っていた時のお話だったんです。翻訳は警察官からの依頼だった、警察官の受付担当の方から依頼されてですね、この電話をかけたということですね。ピアニストの丸山さんはですね、これウィキペディア見させてもらったんですけど、結構すごい方で、2021年にパリ国立高等音楽院大学院を首席で修了されているということで、まあ、フランス語はね、普通に喋れる方なんだと思いますよ。まあ、従いましてね、まあ、翻訳、まあ、通訳だとか本来は必要ないということなんだと思いますけども、ここでアジア人という見た目だけで、まあ、日本大使館にですね、まあ、連絡を、まあ、してくれと、まあ、依頼されるわけですから、まあ、ここは掘り下げるポイントではないのかもしれませんけども、まあ、こういったね、問題、今のご時世、人種差別が関連していると、まあ、想像してしまうという人もですね、まあ、少なくない、ことなのかもしれませんね。まあ、真実は知りようもないんですけども、まあ、このご時世ですから、こちら側が過剰に反応してしまうということも、まあ、あり得るんじゃないかということでね、まあ、一つ、まあ、考察ができるわけですけども、特に最近はあれですよ、アメリカだとかヨーロッパ、まあ、特にフランスはそうですよね、警察官に従わなかったことで、即座に射殺されるという事件が、元になって今回フランスの暴動だったり治安が非常にね今悪くなっているということがあるかと思いますから、まあ、警察官が言われたことに従う、まあ、これは至極当たり前のことだということもよくね理解はできるんだと思います。で、まあね、これもありましたよ。6月の29日、6月の下旬のあたりで一気に報道されてね、フランス各地で非常に不安定になったとありましたけどもね、BBC さんの記事だとかも皆さんと一緒にね、チェックをさせてもらいました。警察が交通検問で17歳ドライバーを射殺、フランス各地で抗議デモですよ。まあ、抗議デモというか、暴動に発展してしまったというね、まあ、とんでもないお話だったんですけども、まあ、こういったことを踏まえるとですね、日本大使館にも言われたがままにですね、その依頼のままに連絡をせざるを得ないという状況も、なんとなくね、イメージできるんだと思います。大使館がですね、通訳をしないという回答で、その警察官が納得したということが一晩の整理として、言えるんだと思いますけども、さらに今回の事象について背景深掘りをやっていきたいわけなんですけども、まあ、こんなことがね、言えるんじゃないか。これはあくまでも僕のまあ、感想みたいなところも含まれますけどもね、国家権力を前にして、外国人は無力だということが、ね、言えるのかもしれません。そして日本大使館が通訳しないと回答したのは、まあ、
期待値通りのお仕事を、まあ、これについてはもういただけたということなんだと思います。丸山さんご本人からお聞きすると、どうやらですね、この、まあ、ツイートの目的としては、フランスの警察やですね、病院の方々、そしてそのシステム、あと政府によるですね、被害者へのサポートなどが非常に優れていたという点を特にね、やっぱ伝えたかったと、まあ、心のケアまでを気遣ってくれて、まあ、してくれたということを伝えたかったんだというのが、まずもってですね、ツイートをしたあの真意だったようでして、何もですね、日本大使館だとか領事部のね、批判をしたかったというわけではないということなんです。まあ、ただ、いうところはちょっとあってね、まあ、市役所と同じようなところ、友好関係を優先するんだというコメントについては、失望を感じたよということを、まあ、率直に述べたところですね、そこが強調されて、拡散が始まってしまったというですね、まあ、こういう背景、まあ、こういう流れですよね、あったということは、なんとなく僕もですね、理解ができるんじゃないかなと思います。ね、この日刊スポーツさんも、ね、記事として取り上げるなんてね、ことにもなりましたし、そこへのね、ヤフコメの投稿も多く発生して、非常にですね、反響がやっぱあったんだと思います。SNS でもめちゃくちゃ拡散されているということですから、まあ論点としてはね、その拡散のされ方としては、日本大使館は邦人を保護していない、余計な一言を言っているんだというですね、そういう論調で、拡散されている。もしくは、まあ、通訳を日本大使館に依頼するとは何事だと、ルール分かっちゃいないやつだねということで、いずれかにですね、この拡散のされ方が偏っているような場面も、まあ、僕もね、SNS だとか見させてもらいながらちょっと感じました。まあもちろんですね、お母さんの怪我の回復を気遣うメッセージが多かったのは言うまでもありませんけども、まあ、皆さんね、温かい中でのね、拡散というのももちろんあったんでしょうけども、まあそういう背景があったということなんですよね。ということで、まあ前回の動画へのお願いのね、繰り返しにはなるんですけども、まあこういったご本人のツイートの真意だとかも踏まえると、日本大使館さんへの一方的な非難というのは、本人が望んでいるものではないですし、まあ、ある意味最低限の業務はね、こうされて、まあ、翻訳は業務範囲外なんだということをきっぱりとですね、警察官もいる前で答えられているということですから、こちらに対してですね、さらにまあ、その非難を一方的にしていくというのは控えていただけるとありがたいです。まあ、これは僕からも、ね、申し上げたいなと思います。あとはですね、現場のリアルな状況、ツイートの範囲を超えて本チャンネルにお寄せいただいたことについては、改めて丸山さんには感謝をしたいなと思いました。特にこの外国の国家権力を目の前にすると、外国人としては無力になっちゃうということは、これフランスだけに限らず、まあ、僕もね、今これフィリピンから発信をしてみますけども、同じことがね、言えるんだと思います。まあ、なかなか遭遇することがないことに対して、今現在もなお大変な中でね、教訓につながる情報をいただいたことについては、丸山さんに感謝をしていきたいなと思います。ということで、これ続きましてですね、前回の動画でいただけました、皆さんから多数のコメントをお寄せいただいているので、一部ですね、ピックアップをしてご紹介をしていきたいなと思います。まずは、カオリスさんからですね、ツイートを拝見して自分も不慮の事態においてどのように行動すればいいのか、と考えていたところでした。被害に遭われたツイ主の方、本当に大変でしたね。お母さんの肉体的、精神的被害の度合いやご家族のお気持ちを思うと、こちらまで辛くなります。大使館は通訳を含め直接的なサービスを提供しないものの、緊急事態においてはある程度親身になって相談には乗ってもらえると思っていたため、実際の会話の流れは分からないんですが、私も考えさせられるものがあります。お母様の早期の回復を心よりお祈りしておりますというですね、カオリスさんからコメントありがとうございます。そして、ナオコさんという方からもお便りがありました。米国にもいくつかの領事館がありますが、それぞれの領事館でできること、できないことがあります。在シアトル日本国総領事館の外部顧問弁護士を勤められてるね、方なんですけども、この立場として申し上げられることは、現地日本人のために通訳や翻訳を領事館として受け負うことはできませんが、領事館では通訳者や弁護士等のリストを保管しており、それらを現地日本人にシェアすることはできます。ただし、それらの専門家を自分で探し、雇うことになりますけどね、ということで、これはですね、で、領事館さんの外部顧問弁護士さんをね、勤めていらっしゃる方からの、貴重なコメントもご紹介をさせてもらいました。そしてお次、枝さんからのコメントにも行きましょう。在外が30年ぐらいになります。在外交換、領事館の対応は年々良くなっていると思いますよと。私自身そんなに訪れることはありませんが、ご家族のパスポートの更新だとか、あと在留届の変更届ぐらいでね、まあ、利用するしかありませんが、外国で暮らす、外国に行くということはそれなりにリスクが伴うものだと認識しております。郷に行っては郷に従えではありませんが、
すべての問題においては自分で解決するしかないのだろうと思います。ただ、日本国民としてどうしても個人では解決できない問題が発生した場合だとかね、まあ報告だとか、まあ、何らかの援助、手助けをしていただけないのかを確認するに留めておくべきなのかなと思います。まあこういったも情報がね、集まれば、まあ、この報告がね、他の法人の方への、まあ、有意義な情報展開、まあ、情報になるのかと存じますよというご回答を、コメントをね、いただいたわけですけども、あともうお一方いこうかな。あ、キャビンキティさんからいつもね、本当情報ありがとうございます。この方もね、またあの、特殊なご経験をお持ちということで、25年前の話になりますけども、いや、怖いですよね、これ。コスタリカで、重装備のギャング強盗に、会いまして、身ぐるみ剥がされた時に、大使館の方に親身になって助けていただきまして、まあ、とんでもない経験をね、お持ちということなんですけども、これに遭遇したのが年末だったのかな、最短正月後までパスポートが発行されないということであったりだとか、あとお金がなかったり、そうだよね、身組み剥がされちゃったってことですから、それでね、洋服なんかもその大使館の方の奥さんが貸してくれたということなのかな。クリスマス後で年末休暇中で閉鎖をねしている日本大使館、さんということなんですけども、ベルを押したら出てきてくれて、ほっとして涙が出ました。こんなことあったんですね。サンフランシスコにいた頃は裁判所や病院に通訳として登録をしていらっしゃった。あ、キャビン・キティさんご本人が、まあ、登録をしてされていたということで、80年代の大昔でありますが、手術の必要になった旅行客の退院までの通訳すべてをして、旅行保険が適用できたので、家族の帰国便まで手数料なしで、これやってあげたのかな、航空会社に変更をさせて、まあ、とても感謝されたことがありました。領事館も管轄外ならせめて通訳会社を、まあ、紹介をね、まあ、するとこまでは業務として、まあ、もちろん対応できますから、まあ、これをすればいいのにと。10年20年前のパスポート更新の時は意地悪な日本のお役所そのままな印象の市、領事館、まあ、ちょっとこれどこかっていうのはなんとも分かっちゃいそうですけど、まあ、でしたが、今回の更新の時はメールですぐ的確なお返事をくれたり、館内で働いている方々も嫌味がなくてですね、コロナ禍の帰国事情を家族に詳しく説明していたりだとかね、まあ、日本人奥さんだとか米国人旦那さんと二重国籍の子供さんたちにもですね、まあ、説明大変ですよね。まあ、これをね、一緒にやってくれたりだとか、雰囲気が変わっていたので、不愛想な全職員さんはですね、定年退職をされたのか、まあ、ね、こう移動になったのかってわかりませんけども、そもそも、領事館に当たり外れがあっては、まあ、ダメでしょと言いたくはなってしまうんだが、まあ、在外交換もね、まあ、機械でもないし、スーパーマンでもないということですか、まあ、あくまでも人間ということですから、まあ、そこね、スタッフさんごとにそれぞれの特色があるというのは、そのもちろんその通りだ、ということなのかもしれませんね。ということで、今回の話はですね、コメント率が通常の3倍以上ありまして、非常に反響が大きいということが僕もね、感じております。ね、この、ま、日本大使館けしからんとかね、またはま、そんな問題を期待すべきじゃないというご意見からですね、ツイート主は全然わかっとらんというね、ご指摘までも、両極端の、ご意見がですね、まあ、多数あるということなんですけど、まあ、それはそれとしてですね、まあ、新たな気づきだとか、皆さん自身の、まあ、僕自身も、まあ、認識もですね、まあ、再確認していくといういいきっかけに、まあ、今回のね、事案がなりましたら、嬉しいなということで、動画化をね、改めてさせてもらいました。で、今日の動画もの締めくくりもですね、ぜひ丸山さんのお母さんに、のですね、回復を願っていきたいなということなんですけど、このお母さんがですね、実は、本チャンネル見てくださっていたということでですね、ぜひ皆さんと一緒に、パワーをですね、まあ、回復をね、早期にしてくださいということで、パワーを送って、今日の動画を、ね、閉じていきたいなと思います。ということで、今日は日本大使館に助けを求めた本当の理由について、まあ、ご本人しかね、わからない事情もあったでしょうから、僕の方で、まとめをさせてもらいました。なかなかね、この言いづらいだとか、もうできることならばね、ツイートも消してしまいたいという思いも、ね、ここまで拡散されるとあるのかもしれませんけども、そんな中で、ね、深掘りの状況をですね、お伝えいただきまして、改めて丸山さんには、感謝を申し上げてですね、今日の動画を終わりにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。